昭和44年の新春、白雪に覆われたここ十勝岳山麓では、零下20度を超す厳寒の中で、北部方面隊第2師団の連隊戦闘団演習が展開された。参加隊員およそ2000名、その攻防は新春を飾るにふさわしい熱戦となった。1月4日、防衛庁では陸海空各幕および付属機関の幹部を前に、有田防衛庁長官が年頭の訓示を行った。航空自衛隊では従来高射群で行われていた実習教育と、今後編成される内規部隊の要員を養成するための専門部隊として、1月31日浜松南基地に共同高射隊が誕生した。奥田勝彦隊長のもとに内規のエキスパート79人からなる小部隊ではあるが、内規部隊要員育成の第一歩を踏み出したのである。陸上自衛隊は昭和43年度の業務計画に基づいて部隊の新改編、配置変更などを行った。3月25日、陸上自衛隊初のロケット装備部隊として第125特科大隊が北千歳に誕生した。部隊の配置変更に伴う移駐も滞りなく行われ、ここ北海道日高町にも新たに分屯地が開設された。昭和37年から技術研究本部で研究が進められていた電子 FDC 装置の試験が2月15、16の両日、別海演習場で行われた。この装置は特化部隊が射撃をする場合、目標をより早く、より正確に捉え、効果ある射撃統制、指揮をする装置で、各中隊の射撃所限の計算も同時に行うことができ、多数の目標に対する射撃配分計画も迅速に作ることができる。昨年3月領収以来、機材試験や要員の訓練が急がれていた航空自衛隊のバッチシステムが実動体制に入り、3月26日から近代防空の任務に就いた。昭和33年9月、対潜哨戒機 S2F 搭乗員の実用機教育を目的として編成された海上自衛隊鹿屋教育航空群第204教育隊は、過去10年間の無事故を記録し、3月18日有田防衛庁長官より第1級賞状が授与された。3月22日、防衛大学校本科13期学生と理工学研究科6期学生の卒業式が、佐藤内閣総理大臣、有田防衛庁長官はじめ内外多数の来賓、府警、在校生の参列のうちに行われた。
そして桜咲く4月4日、防衛大学校はおよそ11倍の難関を突破して入学した第17期本科学生582名と8期理工学研究科学生70名の入校式を迎えた。式の後、本科上級生による歓月行進が行われた。五月晴れの5月8日、大島東方海上において海上自衛隊の航行展示訓練が催され、およそ1500人の見学者が見守る中で、護衛艦菊月をはじめ汽船艇、掃海艇、魚雷艇、潜水艦など19隻、そして航空機15機が実戦さながらな襲撃演習を披露した。総工費およそ7億3000万円をかけて、昭和42年8月から工事が進められてきた地上6階、地下1階、延べ面積およそ1万2300平方メートルの防衛庁本館が完成。5月31日、有田防衛庁長官はじめ関係者多数が出席して落成式が行われた。海上自衛隊の第18回総会殉職者の慰霊祭が5月20日四国のこんぴら宮朝日ヶ丘顕彰碑前広場にて、板谷海上幕僚長をはじめ遺族関係者多数が出席して厳かに執り行われた。6月5日、デビッド・パッカードアメリカ国防次官が防衛庁に有田防衛庁長官を表敬訪問した。儀仗隊の特別栄誉礼を受けた国防次官は有田防衛庁長官と懇談に入り、日米安全保障や沖縄問題をはじめ両国の諸問題について意見を交わした。スズランが目を吹く島松恵庭演習場にて、6月16日から6日間、自衛隊の主要火砲が勢ぞろいして特化演習が行われた。今年で7度目の潜水艦ハワイ訓練は、日野義孝艦長以下80名が乗り組むハルシオに決定。6月20日、多数の人々が見送るうちに横須賀港を後にした。かねてから防衛庁が市ヶ谷駐屯地に建設を進めていた中央電子交換所がこのほど完成。その開所式が7月1日、関係者列席のもとに行われた。
今回完成した金式テレタイプは電子計算機を使った電子交換装置で、昨年開設された自動即時電話網とともに今後大きな威力を発揮し、陸海空の緊密さも一層高められていくことだろう。返還1周年を迎えた硫黄島、かつての激戦地硫黄島では、今厚生省の手で遺骨の収集が進められているが、陸上自衛隊では第一施設団の部隊を機関とした31名の支援隊員を派遣、6月16日からおよそ1ヶ月間地熱とガスに悩まされながら作業を続け、遺体遺品の収容に当たった。祖国防衛のため華々しく散った有志の英霊は、今自衛隊員の手にしっかりと抱かれて、20数年間待ち焦がれた遺族のもとに帰ってきた。国民安全の日の7月1日、首相官邸では功労者の表彰が行われ、昭和32年から不発弾の処理に当たってきた師団不発弾処理班が総理大臣から表彰を受けた。またこの日、防衛庁では統幕議長が交代することになり、牟田統幕議長が勇退し、海上幕僚長の板谷隆一海将が新たに就任することになり、その離着任式が行われた。7月3日、防衛研修所では第16期一般課程33人の卒業式が行われた。海上自衛隊の新大型対潜哨戒機 P2J 第1号機が完成。その領収飛行が9月30日、岐阜の川崎重工で行われた。三枚羽のプロペラ、そしてターボプロップのエンジン音を響かせながら、関係者が見守る中で初飛行を披露する P2J。防災の日の9月1日、総理府講堂では、昨年8月、飛騨川の集中豪雨の災害派遣で活躍した第10師団が表彰を受けた。
9月26日、真相の防衛庁本館の大会議室に、佐藤内閣総理大臣、有田防衛庁長官をはじめ、防衛庁の首脳陣およそ150名が参集、高級幹部会合が行われた。北斗演習と呼ばれる第二師団と第五師団の秋季大演習が10月1日から6日間秋深む八臼別演習場を中心に展開された。迷彩服に身を固めた隊員およそ2万名、戦車120両、砲100門、ヘリコプター40機、車両2000台が参加。北部方面隊にとっては37年の師団改編以来最大の演習となった。海上自衛隊では今年も練習艦カトリ、護衛艦長月をはじめ、海洋観測艦明石、訓練支援艦あずま、掃海艇高見伊王、および潜水艦嵐尾など数隻の艦艇が浸水、就役した。防衛庁においては諸外国との交流も年々盛んになっているが、5月30日タイ国防大学生一行が防衛研修場を訪問、有吉所長以下署員と懇談した。また9月9日昨年に続いてイギリス国防大学生一行が防衛研修場を訪問した。将来、我が国における航空機の自主開発に備えて、この度、実験航空隊に試験飛行操縦士課程が新設され、10月1日、その第1期生の入校式が行われた。習志野の第一空挺団は昭和29年の初公開以来15年間無事故を誇ってきたが、9月10日ついに連続20万回無事故降下の記録を達成した。空挺団ではこの大記録を記念して隊員の表彰を行い、盛大な祝賀パレードを催した。
陸上自衛隊で研究が進められている航空用赤外線探知装置が実用段階に入り、その試験が国産の LR-1 を使って10月17日明野で行われた。105ミリ砲、油圧剣が、暗視などの核装置、そしてレーザー側縁機を装備した新型戦車。技術開発本部で開発中の次期新型戦車第一次試作車が10月4日第4研究所において部内及び報道関係者に公開された。国産空対地ロケット ASR の HU-1 用搭載装置がこのほど完成。11月13日からおよそ1週間島松演習場においてその発射実験が行われた。自衛隊記念日の11月1日、市ヶ谷駐屯地の殉職者慰霊碑の前では、有田防衛庁長官はじめ、遺族、関係者多数が出席して、昭和44年に殉職した陸海空自衛隊の51柱が新たに合祀され、その追悼式が厳かに行われた。またこの1年、自衛官募集事務に功労があった53団体27人、および一般功労者10人の感謝状贈呈式が、乃木会館と市ヶ谷会館でそれぞれ行われた。第19回自衛隊記念日中央観閲式を迎えた神宮外苑国立競技場前。この日の観閲官、佐藤内閣総理大臣。陸上自衛隊中央音楽隊の演奏する勇壮活発な行進曲を皮切りに、陸海空の各部隊が威風堂々の行進を展開した。参加隊員4800人、火砲戦車340台、航空機100機。延々1時間20分のこの一大ページェントには、沿道を埋め尽くしたおよそ4万の大観衆も惜しみない拍手を送った。
明けて11月3日恒例の観艦式は場所を大阪湾に移して盛大に挙行された。半月間は有田防衛庁長官、そしておよそ7000人の人々が見守る中で、伊吹自衛艦隊司令官のもと、隊員およそ5000人、艦艇46隻、航空機51機が海上自衛隊の一端を披露した。常に国民と共に歩む自衛隊は、今年も数々の民生協力を行った。夏季青少年キャンプに、体験飛行に、体験航海に、冬季国体に、こうして昭和44年も年末を迎えた12月、国会は解散した。顧みればこの1年、沖縄返還運動や学生運動をはじめ、国の内外において多難な年であった。同時に1970年代を迎える自衛隊の使命は、今後ますます重大になろうとしているのである。